電気クーラーで暖房してます。札幌2021年1月6日朝の8時、気温はマイナス14度、クーラー2台で暖房してるんですけど、はい、ちょっと寒いかな。冷え込む札幌です。インスタントのいくら丼。私の考えたプロデューサーがカプセルと、これは雪止めというものです。こんな感じ、ここは動物で抑えて、一回ここ見とくか。こんな感じ、